接官、箱の中身をたった3回の質問で当てなさい。面接官、私は質問に対して、はいか家でしか答えません。何と質問する？食い物か？答えですか？無機物か有機物かでだいぶ絞れる気がするけど無理だな。開けちゃう。開ければいいのか？そりゃそうだ。その箱開けて構いませんか？いいえ。1、この中身ははいですね。いいえ。2、では家ですね。いいえ。2回で当てたぞ。俺天才。1がいらんやん。クソやろた。この中ははいなのか家なのか答えてもらえませんか？中身ごと箱を燃やす。今目の前にあるものは？はい、それが答えだ。箱の中身は家ですね。いいえ、箱の中身は家。これから私がいろんなものの名称を言い続けます。もし箱の中身と違うものの場合、家、正解ならはいと答えてください。よろしいですか？いいえ。んなんだろう？いいえ。もう教えてよ。いいえ。ねえってば。いいえ。もう知らない。答えはこれだよ。結婚しよう。バカ。わろた。左手で箱を開けてもいいですか？はい、左手で開ける。いいえ、右手で開ける。一瞬ハッとした。でも家で右手で開けていいとも言ってないな。次の質問にあなたははいと答えますか？はいの場合、私を合格にしてくれますか？いいえの場合、私は合格しませんか？わら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 。あなたはこの質問にいいえと答えますか？天才現る。これどういうこと？パラドックス。はい、いいえと答えていないので嘘。いいえ、否定してしまったので嘘。面接官が嘘つきだとしたところで何の解決にもなっとらん。この次の質問にいいえと答えますね。いいえの場合、私はこの箱を開けていいですね。はい、開ける。はいの場合、私はこの箱を開けてはいけませんね。いいえ、開ける。これだ。採用。かっこよすぎ濡れた。3回で答えないとダメなんじゃないの？ 3 回目は中身は丸々ですね。お。バカ。さあ、箱の中身は何ですか？わかんねえ。パスタ絡めるやつです。